衝撃の対比。渋野日向子と笹生優花のゴルフ技術力を比較。こんにちは、皆さん。今回、ゴルフ界で注目を集める渋野日向子選手と笹生優花選手の技術力を比較してみたい。と思います。どちらの選手がより優れた技術を持っているのか、一緒に見ていきましょう。まず、渋野日向子選手のゴルフ技術力についてご紹介します。彼女は非常に安定したスイングと正確なショットを特徴としており、そのクオリティの高さは世界的にも評価されています。また、彼女のパット技術も非常に優れており、厳しい状況でも冷静にプレーを続けることができます。さらに、渋野選手は戦略的なプレースタイルを持っており、コースマネジメントにも優れています。彼女のプレーはまさに見事と言えるでしょう。一方、笹生優花選手のゴルフ技術力も見逃せません。彼女は非常に力強いスイングと飛距離を持っており、そのパワーは圧巻です。また、彼女のアプローチ技術も素晴らしく、ピンに対して正確なショットを放つことができます。そして、笹生選手はプレースタイルにおいて攻撃的な一面も持っており、積極的にチャンスを追い求める姿勢が魅力です。では、この二人の選手の技術力を比較してみましょう。渋野選手は安定感と戦略性に優れている一方で、笹生選手はパワーと攻撃力に優れています。どちらの選手も非常に優れた技術を持っていることは間違いありませんが、一体どちらが優れているのでしょうか？皆さん、あなたの意見をお聞かせください。渋野選手と、笹生選手のゴルフ技術力を比較して、あなたが注目するポイントは何ですか？彼女たちのプレーについて、どのような感想を持っていますか？ぜひ、コメント欄にあなたの意見をお寄せください。たくさんのコメントをお待ちしています。それでは、コメント数が多くなりそうなタイトルと文章にまとめました。皆さんのコメントを楽しみにしています。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。